右翼はオワコンだと思います。カスですね、あれは。サザエさんでしょう、皆さんの将棋は。私は許さんすぜですね。戦えですね。私やったら右翼なんか組ませませんから。はい、皆さんこんにちは。最近週末は動画の編集サボって遊びまくってますけども、最近新潟行きまして、まあ新幹線で行ったんですけど、動画の編集できないんで帰ってきてからがきついんですよ。まあ旅行ってごっつ楽しいんですけど、帰ってきたらごっつきついんですよ。登山で、まあ、ラーメンも行きますけどね。結構私が行ったラーメン屋を、聖地と書いてですね、巡っていただいたり、この前の動画の、金沢文庫の道場の下にある耳に行ってきましたからですね。初めての出会い。道場行けよっていう感じですけども、ちゃんと消火器ありましたとか、いらんねん、そんな報告。キノコ、ロコ、ノコ、元気の子。あと、小稲荷さんに憧れて、北海道から東京にこの夏来ましたよですね。なんか中田翔みたいなやつおるやんか。引っこ抜かれて、あなただけに。やっぱ東京ドームはいいっすよね。だから中田翔かって。おまへん。私、道民ちゃうし。というわけで、元気ですけど、前の動画で、感じしたように、小社議員にして、26人、決定版の仕掛けを目指していきましょう。いや、これはいけませんな。たまに、この出だしで、名曲を目指してくる人がいるんですけど、これはプロ間では、タブーとされてる、指し方になります。さよなら、さよなら。で、それはなぜか。実は、それを知らない人が、アマチュアには多くいます。で、今日はそれを特別に皆さんに教えていきたいと思います。引っこ抜かれてあなただけに。プロの常識がちゃんとアマチュアに浸透してないんですよ。それはかなり問題だと思います。ちなみにプロ間ではこの形には7三銀から6四銀と早めに銀を繰り出して7五歩の仕掛けを見せるのが常識です。せめて、まあ、5四銀右として、雁木にするかです。6四歩から右翼を目指す人なんかいません。それは 100% 作戦負けになるから。まあ、それを証明する、とっておきの手は、3八飛車です。これを知らない人が、未だに多くいます。で、これで、なぜ4八飛車ではないかということなんですけど、まあ、それは後からわかります。これで3筋の歩を交換するんですね。で、この交換することによって、驚いたことに、こちらが作戦勝ちになっています。まあ、その理由は後からわかります。ちなみに、通常は、3八飛車はやってはいけないとされてるんですね。なぜなら、これは、戦果が3筋の歩交換しか上げられないから。なんで、先ほどの、7三銀から6四銀と繰り出してくるケースには、銀の進出の方が早いんで、3筋の歩交換では間に合わないんですよ。ところが、本譜のような右玉では、後手からの攻めがないんで、3筋の歩交換のポイントが非常に効果を発揮するんですよ。それではなぜ3筋の歩を交換するのか、それを解説していきたいと思います。小稲荷将棋実況。まず右翼に対する腰掛け銀っていうのはあまり知られていないんですけど、実は非常に効果的なポジションなんですよ。まずそれを理解してください。ここに銀がいることにより、後手からの6五歩からの仕掛けを防いでいます。
これが実に大きいんです。後手としては4二金から5二金左と固める手もありますけど、結局6五歩から仕掛けられた以上、いずれ指す手に困ることになります。そこで後手はどうにかしてこの銀を追い払うことを考えます。そのためには5一飛車と回って5五歩と突くことが考えられます。5六の銀を追い払うには普通の人間であればこの方法を取るかと思います。で、ここで最大のポイントは、追い払われた時に5四銀左とできないことにあるんですよ。5四銀左とすると歩を取られてしまいます。これが誰も知らない3八飛車ともある大きな理由です。5四銀左を防いでるんですね。またこの腰銀は5五歩と突かれて一見手損のように見えますけど、実はそうではありません。5五歩と突かせることにより5六歩からの一歩交換が可能になるんですね。この歩交換が実に大きくて、将来何筋と5筋で歩を絡めた攻めが可能になります。これが右玉対策の腰になります。この腰掛け銀プラス3飛車があるんで、歩交換ではこうした雁木系統の出だしでの右玉っていうのは指されていません。私は右玉対策としてこうした動画を上げてますけど、右玉やる方も最低限こうした知識は知らないと話にならないです。将棋でも何でもそうだけど、相手の視点に立って物事を考えることが大事です。それによって新たな気づきが生まれるわけです。気の恋なぎ、私は恋なぎ流右玉やってるように右玉は好きなんで、右玉の対策という視点でも動画にして、何かそこから取り入れられるものがないか模索しています。中見さんに対しても恋なぎ流右玉を、ずっと一生指し続けると思います。それくらい本気なんですよ。だからその辺の YouTuber が右玉やってみたとか言って上げる動画とはわけが違うんですよ。遊びで右玉指してるわけじゃないねん。私は YouTube で右玉やってるんじゃない、右玉で YouTube やってんねん。私は YouTube で右玉やってるんじゃない、右玉で YouTube やってんねん。カスですね、あれは。キノコ、ロコノコ、元気の子なーぎぎぎぎぎ。というわけで、皆さんもこれを境に楽しい右翼ライフを送っていただけたらと思いますんで、私が右翼対策を出してるのは右翼が好きだから出してるんであって、右翼は好きじゃないけど右翼が好きだから出してるんであって、で、普段右翼やらない方も右翼をすることにより新たな発見や手筋を学ぶことができるわけで、それを別の局面で応用することができるわけ。例えば、こういう局面で、4五歩同歩、2四歩という仕掛けがあるわけですけど、同歩は2五歩なんで、同銀ですけど、そこで4五桂と飛んでいくという。4四歩で桂が取られますけど、2五歩と打てば銀が取れるという、いわゆる桂の跳ね違いを応用した高級手筋なんですけど、こうした右翼特有の仕掛けを応用して、例えば、こういう局面でも、8六歩、同歩、8五歩、同歩、同桂と、短期で桂を飛んで、8六歩なら、6五歩を狙うという仕掛けができるわけ。で、右翼やってる人は、当たり前に知ってる仕掛けでも、やってない人にとっては、何それっていうことで、食らってしまう例も多いわけ。で、私も日頃生きてて知らないことが多くて、例えば元旦の日のサザエさんは必ずじゃんけんチョキ出すって知ってる？また余計な話しますけど、私はもうサザエに5連敗ぐらいしてて、そろそろ勝ちたいなって思ってるんですけど、
で、2008年から元旦はなんかずっとなんかチョキらしいんですよ。13年連続で、これも知らないと勝てないわけですよ。で、元旦からサザエに負けとるようでは絶対に将棋なんか強くなれませんよ。君と右の割り、将来の寄せ、大駒の利き忘れない、十手後の八筋の桂馬あると信じて、なぎなぎなぎ最後まで見てね、ということなんで、研究で勝てるところは絶対に落としたらダメなんですよ。終盤で負けるのはある程度はしょうがないけど、序盤で負けるのは話にならないですからね。というわけで、これはうまく7筋と5筋の攻めが決まった感じですね。でもこれうまくやらないとまずいですね。まあ言うて、まあ金銀を繰り出していけば捕まってるとは思うんですけどね。まあ相手からの攻めが来ないんで、まあ大丈夫ですね。まあこれは寄りですね。これは5二に歩が打てるんで必死ですね。あ、ありがとうございました。というわけで、今回は右玉対策を解説しましたけども、まあ、ポイントをおさらいすると、腰掛け銀プラスサーチ飛車を作るということですね。5五歩は全然疲れてもいいんで、4三の銀を5四銀左と出させないのがポイントです。後手はこの手が指せないと攻めの構築が作れませんので。この局面はすでに先手が作戦勝ちで、例えば3三金から5四銀左を目指しても、先手は自然に3六銀から4五歩ついて4八飛車とかやっておけば、さなあけの活用もあるんで、すでにプラス500の展開です。なんで、この4三銀型の右玉っていうのは、もう自分の中では、もう完全にない形だと思ってます。あとさすがに5四銀右では辛いですね。2六角から、3六銀から4八飛車で、さなあけの活用もあるんで、さすがにこれ後手が薄すぎますね。まあ、あと余談ですけど、トークは違いましたけど、8四歩型でも基本的に同じように駒組みをして問題ないです。まあ、相手も8五桂だけで先手陣を潰すのは困難なので、まあ、8五歩はつくと思いますけど、まあ、例えばここで5五歩と取って4五歩で5六歩で、まあ、あとは自然対応して、やっぱり3四飛車があるんで5四銀左と活用がしにくいんで、先手がプラス400の展開です。金銀が前線に出せないんで、後手の攻めが軽くなっちゃうんですね。というわけで次回も楽しみにね。いいね。